そいつから離れろ。シャリンガンを使って人助けなんて驚きね。どうしたんだ。どうした？サスケちゃんが助けてくれるなんて。大丈夫だったか？平気平気。手当てが必要だな。あっつ、お社には会えそうにないわね。なんだと？言ったでしょ、用心深い男だって。全ては無駄骨だったってこと。何ですって？サスケ君、お社があなたを呼んでるんですって。あ、こんちは。僕、お社縁よろしくね。あなた、こんなにあっさり人前に顔を出す不用心な人間だっけ？あれでしょ、木の葉の里を襲った起爆人間って。知っているのか？情報に疎いとこの商売やっていけないから。木の葉を襲ったのも俺が目的だった。起爆人間を作っている奴がお前の護衛団にいたらしい。え、うそ。風神という、島の人たちに恐れられて小さい頃に売り飛ばされたんだって。売り飛ばされた？僕は好きだけどね。決定限界。僕が医療忍術を使えなかったら飼いならせなかっただろうね。風神は比較的従順でいい子だったけど。風神は石眼を持っていたが。石眼？あ、風神と逃げた中にそういうの持ってる子いたっけな。風神と逃げた、うん、ああそうそう、その子確か血の池一族だったっけ。血の池一族。特殊な道術を持つ血の池一族に対抗できるのはシャリンガンを持つ内派一族しかいない。木の葉で迫害され苦しみ続けた内派一族もまた地獄谷に行けば何かわかるかもしれないわよ。地獄谷はどこだ？湯の国だよ。今度はどこに向かってんの？地獄谷だ。地獄谷？そこに起爆人間を作ってる奴がいるのか？はるばる湯の国まで来て温泉入ってかないの？お前、風神ではないな。な、何言ってやがる。俺様は雷光団の。俺にはシャリンガンがある。嘘だった場合命は保証しない。その言葉そっくり返させてもらうぜ。小トンゴム兵器。ゴムはライトンに強えんだぜ。こっからだ。数を増やしてやるぜ。アマテラス。なんだこれ。カグツチ、喋らなくていい。
やはりな。そうだよ。正体を表せ。正体？それはお前の本当の姿ではない。いかにも。これが俺の本当の姿だよ。暴風大熱波！全てを吐いてもらおうか。本当に血の池一族はこんな場所で。本当だよ。物心ついた時にはもうお社の屋敷だったから。一人だったのか。何？興味あるの？珍しい。だったら見せてあげるよ。強風烈波！一体どうしたんだ、フージン！負けたのか？そうだよ、負けたよ。やがて私たちはお社の護衛団に入れられ、その仕事を手伝うようになった。これで俺たちは自由だ。そして地獄谷を目指して走った。怪我したくなかったらさっさと消えな。貴族に祭り上げられた私たちは雷光団を名乗って、まるで英雄扱いだった。お前たちをかくまったらわしらまで被害を被るかもしれん。どの村も水の一杯さえ分けてくれなかった。傷ついてた仲間は死んでいき、もう行くとこなくなっちゃったね。地獄谷にたどり着いた。霧隠れの追手か。私こんなことができたんだ。復讐してやる。その力で血の池一族を地獄谷に追いやった内派に対する復讐を企てたわけか。あんたを木の葉の里ごと亡き者にするつもりだったんだけど、まさか近くに内派サスケ、あんたがいたなんて。どう？私を殺す？一族の生き残りをかけて。あいにくだがそんなことに興味はない。Me!
傷口からチャクラを。さよなら、ウチハサスケ。そうやって起爆人間を作っていたのか。俺を救い出した友がいる。互いの心を痛み合うことができる友がいる。この世界もそうなればいいと願っている。綺麗事だから実現したい。そう願う心が俺を木の葉につなげている。俺の兄がそうだったように。もういい、殺せ、早く殺せ。シノ、フージなんで出てきたのよ。俺が言った言葉の意味が今ならわかるはずだ。これが最後。上腕動脈に到達。ひなたが協力してくれたおかげで助かったわ。さくらちゃんの高い技術があってこそだよ。どうも。実は霧隠れの水影が君たちを引き取りたいそうなんだよ。どうぞ。あなたたちと昔の霧隠れの因縁は聞いたことがあったの。霧隠れのために尽力してほしい。君たちのやったことは一生をかけて償わなきゃならないものだ。それと一つ伝えておかなきゃならないことがあってね。今頃あいつが。俺は全ての挑戦を受ける。そして全ての忍びを解放する。いくらサスケちゃんでも。サスケを舐めるなってばよ。お前がサスケの。ん？ああ、友達の渦巻ナルトだってばよ。サスケ、すべての忍びに勝利。すべての忍びは我が雲隠れが保護する。やばいでしょう。来てやったぞ小僧。お前を始末しなくてよかった。お前が今自由にこの世界を歩いている意味を感じろ。そして周りを納得させる理由も作れ。あなたは捕まらなかったの。計画通りになったのかしら。おかげさまで。サスケは里にいねえのに里のことを守ってんだもんな。さくらちゃん、なんか嬉しそうだってばよ。え？その隣に自分が並べていないことが。今言ったこと忘れなさい。カカシからか。汚いナルトの字だな。サスケ、お前ってば里にいねえのにちゃんと里のことを守ってる。まるで刑務部隊みてえだな。久しぶりに帰るか。